今回が、ね、始まるワンワードという対談企画でございます。初回のゲストはこちらです、はい、自己紹介お願いします。どうも、おやすみ天然川です。よろしくお願いします。この絵面の貴重さ、いや本当貴重。え、こんな感じでいいんでしたっけ我々。いいですよ。いつもはドッキリ、今日ドッキリかけた方がいいですか。いや本当にやめて。だっていつもさ、はい、向こうの その大阪行くときに、はい、新幹線ドキドキするんだよ。毎回さ、今日は何だろうと思って、しかも結構もうドッキリかけられるよなって思って言ってんの、はい、言ってんのにかけられてさ、気づかないから、ね、マジで本を酷評するとき最初気づかなくて、勉強嫌いだったんです。実際勉強なんかもう正直嫌やってるわみたいな。嫌で、ジャスティンビーバーやります。うーん、だる。今度さ、本の修正だるいな、ちょっと。あ、本作ってるんですよね。あ、そうなんですよ。でも全然興味なくてさ、あれなんですよね。この本は僕はもう、なんていうか、まあ、正直、はい、まあ、言われてからやってるだけで、そうなんだ。内心はもう、追、はい、いたくてしゃあないですね。あ、そうなんだ。いや、ほんまでも、あれきついっすよ。クソ短期間でめっちゃ完成度高い。ルインガーさんも、実は責任好きじゃないっすよ、責任とか。あ、そうなんですか。あ、本ね。そう、本出した本。あ、出した本。あれは気づいてくださいよ。いや、あれはだって、そんなわけないじゃないですか。いや、思ってたよ。そんなわけない。俺の中のさ、伝言のさ、いい男伝言がどんどん崩れ去ってくる。あれ伝言ってクズ男なのかとか思いながら。まあ、あれはやばかったっすね。そう。あの、何言ったか忘れましたもん。何言ったか忘れましたけど、クズやった記憶ありますわ。あれ多分ね、ホエイの動画なんですよ。あ、そうサムチャンネルの動画でぜひね、まあ、サムネ見て。そうそう、あの、貼ってくわ。お願いします。ちょっと貼っててください。ちょ、初回なんで簡単に説明をするとですね、はい、あと、デンガンさんに今回は漢字一文字、自分を表すワンワードを選んでもらいまして、はい、それを発表してもらって、そこからちょっとデンガンさんの考え方とかに、なるほど。触れていけたらと、なるほど。思っております。でですね、まあ、早速発表してもらおうと思ったんですけど、はい、これね、予想したろうと思って。あ、なるほど。これね、ちょっともう、ビビッときた。当てたら、うん、すごいと思いますよ、マジで。え、待って。え、だって、あの、まあ、それ普通に誰でも知ってる漢字は書いてますよ。オッケーオッケー。誰でも知ってる漢字は書いてるけど、うん、常用漢字って2100ぐらいあるんですよ。小学校、中学校で習う漢字って、ねね。2100ぐらいある中の1を当てるって結構やっぱすごいことやなと思う。なるほどね。はい、で、これさ、視聴者の方も一回これ動画止めてもらって、ちょっと予想してもらえるといい。確かにね。今、これだから、うん、え、1個目に出すのは、うん、僕、今までの僕ですよね。そうそう。だから、視聴者の皆さんも、これは考えやすいと思う。うん、そう、今まで見てきたデンガね。たまにやけど、はい、あんまり基礎固めたすぎて。基礎固めたすぎて。固めたすぎて。基礎固めたすぎて。固めたすぎるっていうのが、結構おかしいけど。基礎固めたすぎて。まあ、もはや基礎っていうクッキー作ってたもん。焼いて固まる。焼いて固めて、食って、きた。固めた。焦げる一歩。え、言っていい？はい。いきますよ。はい。え、俺、進化の進、進む。あ、進む。うん。なるほど。ちげえじゃん、リアクション。なるほど。違いますね。終わったわ。終わったわ。いや、これでも当たんないと思いますよ。あ、マジでか。これだって、この感じに行き着くのに僕30分はかかりましたもん。あ、そうか。まあ、そういうものも入ってますけどね。もちろん。ニュアンスとして、ね。ニュアンスとして入ってますよ。まあ、ちょっと優しい伝言の会話見えてるけども、発表してもらいましょうか。発表していいですか。はい、じゃあよろしくお願いします。これは意外かもしれないです。はい、伝言こちらです。おお、己です。己です。え、これ意外でしょ。意外でしょ。これ僕を表す漢字、ここまでの己という漢字です。最近ちょっとさ、俺がちょっと進化と思った理由ちょっと説明してみて。はいはいはい、大丈夫です。もうね、なんかデンガさん、まあ、動画で見てても、はい、普段話しててもそうだけど、はい、もう向上心の塊なのよ。あ、それはそうですね、俺の中では、はい、だから、なんか上がるとかもそうだったんだけど、はい、常に自分の進化をするのをすごく考えてらっしゃる、はいはいはい、で前に進むことも考えてらっしゃるからっていうんで、まあ、進化の進だったのね、俺の中で。でもまあ意味は近いですよ、はい、だからもう合ってると言ってもいいぐらいなんですけど、はい、あの要するに、まあ、特に2年前ぐらいに僕はサラリーマンを辞めまして、はい、まあ個人になって、まあ、花尾とペアみたいな感じになったわけなんですけど、うん、まあ、当時の僕っていうのは、まあ、花尾ありきというかね、うんうん、まあ、花尾にただくっついていくだけの人だったわけですよ、うん、まあ、花尾ちゃんでの演者として一人ついていくだけという感じになった時に、まあ、このままではダメだとなったわけですよ、うん、要するに、まあ、花尾だって俺を養うためにやってるわけじゃないし、うんうん、
うん、だからこそ僕が自立するってことはとても大事なことだと考えたわけです、うん、だからこそ己を鍛えようっていう時期になってたわけですよ、僕の中で。ほう。だから自分の個人チャンネルでは、うん、自分のや絶対やってみたいことをもうあの時から始めて、うん、個人チャンネルもやって、で花伝チャンネルも時には僕が頑張る企画だって上がるし、うん、でも伝言っていうのがいないと成り立たないチャンネルだよねって言われることを、うん、まあ目標に己を磨き続けたここ最近の3年間だったという。なるほどね。っていう考えた時に、うん、やっぱこれはここ2、3年を表す感じというとこれになるのかなという。あー、なるほど、はい、でもやっぱりあれなんだね、高いところを目指していくじゃないけど。あ、そうです、進化っていうだからニュアンスもかなり含まれてるんですよね。うん、特に20代ですから、僕まだ28ですけど、うん、まあやっぱ10代20代っていうのはやっぱりいかに己がすごいね、大きな人に比べて勝る経験量だったり知識量だったりっていうのを磨く時期でもあると思うんですよね。うん、でそれが、まあ、まだ20代ということで、うん、お前まだ己磨けるやろっていう、うん、っていう、まあ、進化の意味も込めて、僕はこの漢字思いつかないと思いますよ。そうね、一文字って言われて、うん、この漢字に行き着くって言ったらこれなかなかならないんで、これは意外かなと思います。そう、選択肢にはなかったわ。それはそうだよ。これだから俺当てられたらめちゃくちゃびっくりしましたよ、うん、そう、この漢字多分ね上位に来ないんですよ。漢字何個か思い浮かべてみてって言って、そうね、上位には絶対来ない漢字。これさっき視聴者の方でもし止めてて、はい、これ出てきてたら相当よね。相当天才。てかあの怖いまである。数多くの失敗のおかげですね。僕が数多くの、僕の人生はまあ失敗だらけというか、うん、僕って初めて始めたこと才能ないってもう気づいてるんですよ、自分で。ほうほう。例えばボーリングを人生で初めて行った時、うんうん、めっちゃ下手やったんですよ。あ、スタートね。スタートで、はい、初めて野球をやった時一番下手だったんですよ。で中学野球部だったんですけど、うん、まあ、陸上の長距離も同時に顧問やってたんですよ。だから先生も少ないから。なるほど。じゃあお前ら長距離やれって言われたところから駅伝が始まったんですよね、うん、じゃあ一番遅いわけですよ、うん、っていう感じで新しいことを始めたら一番できないっていう経験が多いんですよ、僕の人生まず。ああ、そうなんだ。逆に、うん、できないって知ったんですよ。あ、自分ができない。でもそこから駅伝とかだともういろんな試行錯誤を経てチーム2番目に速くなったとかいう経験が山積みにあるわけですよ。受験だって僕も小学校の時はほぼ平均点以下で半分より下だったんで、っていうところから大阪大学に行ってるわけなんで、でこのなんか振り幅結構相当だよね。でも振り幅を大きくできる自信はあるんですよ、逆に言うと。その経験たちのおかげで。だからピアノも最初絶対できないって知ってたんですよ。じゃああれなんだ、初回でさ、はい、自分の中での劣等性だと思っても、はいはい、へこたれないんだよね、はい、そこから上がれる自信があるから。劣等感を感じないです、そもそも。ああ、いや、いい言葉。だって、感じないです。だって別に、うん、後に、うん、今までのノウハウをやれば、うん、多分こういう風になる見込みがあるって想像はできるんですよ。できるようになってる、ね、だから結局、まあ、勉強とかもそうなんですけど、うん、結局自習じゃないですか、ああいうのって。自分で学ぶもの、うん、そうね、1週間90分授業やとしても168時間ある1週間のうちの90分しか合わないわけだから、うん、残りの 166.5 時間は家で勉強するわけですよ、うん、家というか自分の時間なわけですよ。そうね。じゃあその時間でどう過ごすかってなった時に、あの、まあ、ピアノの時のレッスンの受け方もそうですけど、うん、結局家で練習ができるような情報を自分で取りに行くっていう姿勢をまず崩さなかったこと、だから今のままじゃ家ですら練習ができない、うん、だから先生にこの楽譜は読めないとさすがにあれですよねってこと、うん、まずじゃ楽譜を読めるようにしましょう、うん、読み方が分かっても、うん、あのまず右手の動かし方、左手の動かし方の基本がそもそも教えてもらわないとダメだよねとか、うん、それは行く前に決めてるんですよ。自分の中でテーマ設定があるんだ。分からないなりに考えるっていうのを僕大事にしてて、ピアノとかもやったことないから分からんけど、分からないなりに多分この情報がないと自分で学べないなっていうものを考えた上でレッスンに行って、やっぱりかってなって、あ、こんな情報もあった方がいいなっていうのを学んだ上で帰って自習するというか、それで自分で学ぶ効率を上げれるんですよね。だから多分小学生とかで5年やったけど旅立ちの日に弾けなかったよっていう人は通わされてるからなんですよ。まあ、そう、やらされてるからね。やらされてるからいけないですけど、実際僕で4ヶ月でできたんだったら、ほとんどの人が同じやり方を取れば3、4ヶ月でできるはずなんですよね。なんなら僕より才能がある人の方が多いはずだから、その初手の話をすると、ってなった時には2、3ヶ月でできる人いると思うんですよね。実際僕結構弾けたというのもあるんで、あの、そういうことから考えると、うん、過去の経験が自分を形成してるっていうのはありますね。なるほどね。まあ僕はでも中学生の時とかの、うん、いや、やり続けてたら結果出るからっていうのあるんですよ、うん、絶対僕の中に、うん、だからそういうのは過去の経験が今の自信を生んでるんですよね。
裏で努力したっていう経験が過去にあったから、今は別に絶対へこたれない自信はあるんですよ。だからこれはでも結局ポジティブ的失敗って捉えてて、この過去の失敗たちを、こいつらのおかげで今の自分がほんまにノウハウと直感と全て磨かれてるところあるんですよ。だからもう学生たちに伝えたいのは、失敗をめっちゃした方がいいよっていうのは結構ありますね、やっぱり。もうなんか定番な一言のようであれですけど、結局失敗するってことはダメだった、次どうしようって考えるきっかけになる瞬間なんですよね。だからその瞬間って一番成長のポイントで、そこでこうじゃないか、それでもダメだった、これだったらいけたとかをやってることが多ければ多いほど、次いずれ問題が来た時に解決しやすい。だからピアノは全部過去の経験だけで解決できたから4ヶ月でいけた気はします。なるほどな。今だからできたんですよ、多分。あれ10代の頃だったらできてなかったと思います。多分ですけど、ね、そこの、なんか考えに至ってない、考えに至ってないから限られた時間だということはまず絶対認識した方がいいですね。高校生活も中学校生活も浪人生活も、でその中で逆に自分をどう高められるかっていう観点で、正直な話、僕これは気づいてたんですけど、10代の頃から、今数学知識として武器にしとかんかったら二度と数学を武器にする機会ないなと思ったんですよ。結局なんか人生ってこの武器を作ることだと思ってて、例えば数学って武器持ってますと、この武器だけでラスボスまで行くんかってなった時に、別の武器あった方がいいよねってなると。時にはブーメランみたいな武器も欲しいよねみたいな、ドラクエであるじゃないですか。そうね、敵がいっぱいいたら、敵がいっぱいいたらブーメランみたいな全体攻撃みたいな武器、というのでこういうのを知ろうとか、いうので武器作りやと思う中で、限られた時間しかないっていうのがまずあるんですよね、高校生活とか中学校生活。だからその時間無駄じゃないかっていうのは結構考えてましたね、多分無意識なりに。だからそれは結構まあ、高校生たちには伝えたいかなと思いますし、で受験がうまくいかなかった場合、本当にこれ僕は結構ポジティブっていうか、高校受験は第一志望行けてないんですよね。僕実は高校受験第一志望行けてなくて、第二志望か第三志望かぐらいに行ってるんですけど、結果そこで出会った友達とかを大事にしてるところはあるんですよ。だから逆に言うと、そこで失敗してたから出会ったやつらがいるわけですよね。そいつらを大事にしてほしいなっていうのは結構思います。だって自分の人生って、これまずゲームによく例えるんですけど、リセットできないわけですよ。そうなんだよね、はい、セーブして戻れないんだよね。そうなんですよ。なんか人生のターニングポイントの時に、ルギアの目の前でレポート書いて、間違えて倒したったら戻そうってできないんですよ。そうね、間違ったら間違ったまま進まないといけないのが人生。ルギアは手に入らないまま進まなきゃいけない、進まなきゃいけない。ただルギアが手に入らない中で、楽しいポケモン生活を送れるっていうのがあるんですよ。そうだね、絶対。だってルギアがいなければ、はい、ダメかって、そんなことはない。そんなこともない、別に。そう、好きなコダックを育ててもいいわけだから。そうそうそう本当にそういうことで、だからレポートがそこで書いて戻ったり、後戻りできないからこそ、今しか出会えない人たち、今じゃないとダメな人たち、今じゃないとダメな環境っていうものがめちゃくちゃ日々絶対あるんですよね。もう瞬間瞬間だって、僕だって、当然花尾伝言チャンネルが当たり前とは思ってないですから、いつかもしかしたらなくなるかもしれない、これが当たり前じゃなくなるかもしれないっていう認識は多少あるわけですよ、当たり前であればいいなとは思いますけど、はい、ってなった時にやっぱり今出会ってる人たちは大事にしたいなっていうのは日々あって、それはこの YouTuber って選択が仮に僕間違ってたって人々は思ったとしても、僕が正しくしてるんですよ。結局多くの人たちと出会って自分を磨けるから、結局。だからそれって受験とかと一緒だなと思ってて、第2志望第3志望行ったってその道を正解にする技術が必要なんですよ。あ、今のなんかスローモーションでもう一回かけたいわいいわ、刺さったわ今のいいね。だからそれでも、この前ヒカルさんも言ってました。でも成功してる人ってみんな言ってるんじゃないですか、俺の決断をそれを正しくする努力をするっていう、みんな言ってると思いますよ。これ結局正解を選ぶんじゃないよね、はい、選んだものを正解にすればいいって本当に思ってて、そういうことです。本当にだから受験も確かに第一志望に行けたらいいとは思う、はい、きっと。でも行った場所でさ、どこに行くかよりもさ、行った場所で何をするかのが絶対何倍も大事で、それはそうです。本当にだから行った場所でね、ちゃんと自分を磨くか分からない、友人を大事にするか分からないけど、はい、それを振り返った時に、あ、これが正解だったなって思ったら、勝ち負けで言ったら勝ちだと思うし、そうですよ、本当に。
あそう思ってほしいなって、あいいこと言う念がやっぱ。いや、ありがとうございます。いい男だよ、本当に。いや、でも人生の、まあ、うん、まあ、じゃあ大学受験としましょうってなった時に、18歳なんですよ、まだ。うん、で、人生仮に80年としましょうか、仮に。うん、80年とした時に18歳の段階での順位でしかないです。しかも学力っていうフィールドにおける順位でしかない。う、ね、うん、ってなった時にまだ62年あるやん、うん、62年後一番になることをなぜ考えないっていう感じですね、僕からしたら。いやー、おい聞いたかみんな。いやでも本当にそう思いますよ、僕は。いやだから、うん、逆に言うと、うん、この18歳の順位がめちゃくちゃ高いことに甘えてはダメなんですよね。抜かれる、うん、逆に東大で甘えてるやつ抜けますっていう、僕は絶対断言できる。それはあるよね、逆に、うん、どんだけ東大じゃなかったとしても、うん、東大のやつに人生単位での自分の価値を上げて勝つことはできる、うんうん、間違いない、ね、学歴だけじゃないから本当に。次にもう一つ漢字をね出してもらうんですけど、はいはい、今はこれまでのちょっと過去を振り返った時の漢字を出してもらったんですけど、はいはい、未来の自分をちょっと想像した時の漢字っていうのをちょっと選んでもらっているので。選びましたよ。いやちょっとね、進撃ネーム出すとあれなんで、ここはちょっと出して。もう実は書いてますよ。あ、本当ですか。もう実は書いてます、はい、じゃあちょっと出してもらっても。予想しなくて大丈夫ですか。未来ですか。これはでも、これこっちの方が当たると思います。マジで己の方が出てこない、さすがに。未来か、未来の伝言さん。ね、小学校3、4年生ぐらいで習うんじゃないですか。わかんないですけど、ちょっと僕のイメージ。あ、本当、ちょっと待って、2つ出たんよ、はい、いやいや、こっちにしよう。助ける。助ける、なるほど。あ、違ったよ、ほら。これいやでも大したニュアンスは近いですよね。あ、本当に。でもこれは、うん、結構すぐ思いつきました。マジか。己に比べたら、はい、あ、こっちにこれにしようって。進撃でも今こうなるからみんなやってて、はいはい、じゃあ行きましょうか。行きましょう、はい、はい、お願いします。こちらです。伝える。伝える、あ、なるほどね。こちらです。伝えるなかったわ。こちらです。そっかそっか、はい、さっきまでは、うん、まあ、己を鍛える、まあ、もちろんこれは続けるんですけど、うんうん、バランスとしてこっちの割合がどんどん増えてくると思うんですよ、ね、うん、要は自分が経験した見えた世界、うん、見えた世界からあなたにアドバイスできること、学生だったら学生っていうフィールドしか知らないけど、うん、実は世の中にはこんな世界もあって、ここではもし君輝けるんじゃないとかね、うん、例えばさっきの話があったじゃないですか、うん、まあ、そういうものを、まあ、やっぱ下に伝えていくっていう役割にどんどんなっていくのかなっていう風になってる、うん、なるほどね。だから伝えるって漢字を選ばさせてもらったんですけど、うん、はい、だから多分今に比べたら5年後10年後の方がこれの割合が増えてます、この己の割合より、うん、伝える方ね。そうです、今己対伝えるがだいたい8対2だとしましょう、仮に9対1か8対2、まあ、あくまでも伝言がもう世の中に対して頑張って価値を出すっていうのに、まあ、重きを置かれてる20代ですけど、30代40代は多分ね、こっちがバランスとして上がってくるんじゃないのかなっていうふうに考えてます。でもさ、それをもうすごいしたいんだよね、きっと伝言さん。そうですね、伝えていきたいっていう、はい、でそのために自分を今高めてるっていう。そうです、そうです。 A さんと B さんが同じ話しても、うん、A さんの方が経験をもとに話してた場合、うん、A さんの人の方が刺さるんですよね。間違いないんだよね。ただ本に書いてあることをただ B さんは言ってるだけだから、だからこそ、うん、生徒って教科書読んでるだけじゃんって言うんですよ、先生に対して、はいはいはい、あれは絶対経験というか、その要は血が通ってない授業をしちゃってるから、そう思っちゃうって僕は思ってて、だから必ず血が通った伝える人になりたいんですよね。ってなった時に、血が通うためには、うん、俺が血が通った経験をしてないとダメっていうのがあるって、それを今己という形でやってるって感じですね。なるほどね、はい、己もやってますよ。で、花伝チャンネルも多分やってるという予想は立ててるんですよ。予想は立ててますけど、まあ伝える割合が増えてるんじゃないのかなっていう。で、この前ね、埼玉スーパーアリーナの企画とかありましたけど、ああいうのもっと増やしたいですね。やっぱ直接いろんな人に、だから全国回っていろんな人に、うん、それこそ大学生とかもね、僕やりたいんですよ。大学生って地味に人生迷う瞬間なんですよ。間違いそうなんだよね、地味に人生迷う瞬間やから、そういう子らも、就活も経験してサラリーマンもやってこの世界も知ってるから、僕じゃないと伝えられないこともあるのではないかなと思ったりして、大学生とかね、あとまあもうそれこそ20代で会社を辞めたいみたいな人向けとかでもいいですけど、なんかそういうので話して伝えていきたいなっていう感じでは思ってるんで、この感じを選びました。人生一生全力投球って感じのがあって、まあ正直いつ死ぬか分かんないけども、まあ、仮に80歳で死ぬとして、まあやっぱりこれはまあ正直親を見て育ったところもあって、親が多分ね100ゼロで僕と僕の妹のために生きてるんですよ。あ、そうなの。多分ですけど、仕事を楽しいって習ったことないんですよ、親から。あ、仕事は
大変なことだよっていう教育を僕は受けてるんですよね、うん、ただそれをじゃないと僕は思うんですよ、うん、正直、うん、親からそう習いましたけど僕はそうじゃないと思ってて、うん、やっぱり頑張ることが楽しい、うん、その結果仕事になってるっていうパターンもあると思うんですよね、うん、だから僕は頑張ることが楽しいってまずあって、うん、もちろん子供とかができたら子供のためにも頑張るけど、うん、必ず自分が頑張ってるっていう姿をいろんな人に見せたいなっていうのがあって、うん、でなんか僕のこれ持論なんですけどやっぱ頑張ってるやつに人がついていくっていうのあるんですよ、うん、結局間違いない結局、うん、だからあのなんていうんですか生半可でやってるやつと頑張ってるやつ、うん、例えば才能は自分の2倍だけど、うん、頑張り方が2分の1倍、うん、ってなってるやつって、まあ、掛け算したら1だけど、うん、僕頑張り方が2倍のやつの方が絶対いいと思うんですよね、うん、才能よりもそういうやつの方が人を引きつける何かを持ってるっていう風に考えるから、うん、だから僕は必ず30歳40歳になっても物事を全力投球してる状態をずっと続けてるっていう状態ですね。何を成し遂げたいかっていうのは、うん、その都度その都度変わるとは思います。ただあのまあ全体としてはこれを一生やってたいと思ってますよ、うん、伝えていくっていうね、これがまあミッションの一つではあると思いますけど、うん、これの形、うん、実際どうアウトプットするかっていうのは時代に合わせて変化するものだし、うん、その都度その都度最善をやっていこうかなっていう感じで、だから、うん、まあ、自分で塾作ってみたいとかは思ってますけど、うん、今既存の世の中にあるような塾かどうかは分からないという意見もあるんですよ、自分だから、ね、はい、うん、そうじゃなくてもいいと思ってるし、うん、どういう形なのかなっていうところを、まあ、まだ模索中ですけど、うん、人生単位でやっぱり頑張ってるやつの話聞きたいってなって、うん、俺だからデンガの話が聞きたいんだと、うん、デンガさんってさ、はい、語り部だよね、すごい思うの。何がですか。語り部の方だなって思って。マジですか、うん、ありがとうございます本当に。なんだろう、やっぱ喋り方が上手い方っていらっしゃって、うん、例えばなんか名前出してあれだけど匠とかいるじゃん、はい、読みのり匠とか、はい、であいつはもう伝えるのもあいつはもう天才だし、天才です、はい、でも多分情熱で熱を込めて話すっていうタイプじゃない、どっちかというと、はいはい、冷静に分析をしてっていうタイプじゃん、ね、はい、多分ここってさ、それも、まあ、できるかもしれないけどちょっと熱で伝えたいっていう熱ありますね。そう、どうしても入っちゃうんですよね。わかる、どうしても別に熱入れてる気ない時もあるけどあれさ、公演とか行くとさ、スタート冷静なのにさ、後半ちょっとさ熱上がって、熱上がってむちゃくちゃ喋るっていうのはありますね。喋るあるよね、はい、ありますあります。でも多分そこでやっぱり感化されさせられるものがあるの、はいはい、多分自分らがされてきたんだよね、きっとそれは。それはあると思いますよ本当に。やっぱ結局世の中のために何か頑張ってる人の話って誰であっても聞いてみたいっていう姿勢ではいるし、なんかそういうのはありますね本当に。30、40になっても多分何歳になってもさ、視聴者のみんなも、まあ、新視聴者のみんなも大人になってるけどさ、はいはいはい、いや40になってもデンガまだ全力すげえなっていうのは言われてそうだよね。いやでもそうなってたいってのあるんですよね。それをやめたくなったら引退でいいかなと思ってます。やりたいんじゃないですかこれ、どうせやりたい気がするんですよなんかやりたい気はしてるから、うん、自分のペースでこの作業をや、このことをやってるかもしれないですけどね、はい、だからどちらかというと20代のうちはこっちなんですよね、うんうんうん、20代のうちはこっち で、うん、であのこれ僕結構大事にしてる考え方があって、ほうほう、広く浅く、うん、もう大事だっていう考え方を持ってるんですよ。自分のやりたいことって狭く深くのものを見つけましょうってことだと僕は解釈してるんですけど、うんうん、はいはい、でも無理だと思ってて、そんなのいきなり、うんうんうん、要はそれを見つけようと思って、うん、将来の夢も一つになんとか絞ろうって頑張るんですよね、うんうん、でもそうじゃなくて、うん、子供のうちはそれを決めなくてもいいから、うん、広く浅くいろんなことを学んだから、うん、ここに才能があったんだ、だからこれをやってみよう、うん、ここをだから狭く深くここを伸ばしてみようって後の話だと思うんですよ、うん、実は。だから僕はあのそこで、まあ、教育というかこの喋りというかね、ここが自分の長所だなと思ったんで、うん、ここを伸ばしていく、だから喋りに関しては狭く深くやってるかもしれないですけど、うん、その他は基本実は広く浅くなんですよね、うん、いろんなことを経験して、はい、いろんなことは浅く、だからでも広く浅く知ってる方が多面的に物事が見れるし、うん、だから、うん、なんで学ばなあかんのっていう古文とかだって広く浅くの一つなんよ、うん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 、後で捨てたっていいっていう僕ら論理取ってるから、うんうん、全部絶対学ばさせてもらってるっていうまず姿勢を絶対持った方がいいなっていう、うんうん、だからさ学校の勉強もそうだけどさ、はい、学ばなきゃよかったって思うことってなくない？ないですね。ないよね、無駄なことって。いや別に実際使ってないけど、うん、広く浅くの中の一つでしかないし、そう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 、じゃあ数学学んで直接的に数学使う人って何人いますかって言ったら 99% いないと思う、そうね、1% 以下だと思うんですよね、うん、ってなってもやるわけですよ。じゃあなんでやるかって言ったら、もしかしたら数学に才能があるやつがいるかもしれなくて、うん、そいつに気づかせるためとかね、うん、だからいろんなことをバーってね
やってって、まあ、20個30個やって、うん、なんだ俺ここめちゃくちゃ才能あんじゃん、うんうん、って気づいた瞬間にそこを狭く深くしようっていう、うん、だからねこの数が多ければ多いほどいいっていう論理があるんですよ、うん、だから僕まだ自分に気づいてない才能あると思ってるんですよね、うんうん、まだ全然触れたことないけどね、だから広く浅くいろんな仕事も全部受けようかなっていう姿勢で頑張ろうかなと思ってます、うんはい、今年も楽しみですね、ありがとうございます、はい、こういうのね、だから喋り好きなんですよ結局、うん、それもあるんですよね、喋、うん、りが好きだからこれをやりたいっていうのもあるんですよね、なるほど、はい、いや素敵な話だったわ、ありがとうございます、本当にいやこれ良かったですか、これなんでもう十分だと思う、良かったですか、はい、初回でありがとうございます、ありがとうございます、なじゃあの結構考えたんですよこれ実はあのちゃんとリンクさせようと思って1文字目と2文字目をだってさこのさ2つの感じさプレゼンって繋がってるもんねちゃんとね、いやそうそう、いやそれは考えました、いやだって繋がってないと、うん、その流れがあれかなと思って、いやもうそこまで考えてもらって1時間ぐらい考えましたありがとうございます、はい、それを前日に俺が LINE で伝えるっていう、全然全然、まあ、1時間で大丈夫でしたよ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に本当に素敵な話を、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ぜひ、ね、今日聞いていただいた話を生かして、うん、まあ、多分ねいろんな何だろう立場にある境遇にある方に刺さる面が絶対どっかしらある、はい、デンガさんの話って個人的に思ってるのがさっきキーワードであったんだけど、デンガさんの話って多面的なのよ俺からすると、なるほど多分いろんな多面的に普段から見ているからこそ、うん、話も多分お前これ刺しとけじゃなくてこうもあるぞって、うん、こっちでもいいんだぞっていうのを多分無意識でかもしれないけど伝えてらっしゃる、まあそれはでもね、うん、自分の強みだと思いますよ、やっぱりそれは広く浅くをやったから多面的っていうのはあると思いますよ、うん、だからそれがすごくやっぱいいと思うんだよね、はい、で学生の子たちには特に多面的な風にやっぱ見てほしい、そうですね、はい、そうなので何かしらねきっと今日刺さってると思いますので、それをまあ実践というかね、はい、生活に生かしてもらえたらと思います、はい、ということでね今回のゲストはデンガンさんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、本当に出た時、あ、デンガンのデンってこのデンなのかなって言ってよ動画でそれ気づいてなかった俺俺なんとかこれガンと読まへんからそう言ってくださいよ、まあ、エンディング語でこれ使ってください、エンディング語でこれ使ってください本当に。